皆さん声聞こえてますか？大丈夫ですか？聞こえてます。はい、聞こえてます。ありがとうございま聞こえす。てます。早稲田大学の伊藤です。今長日谷川と私申します。と、お願いします。長谷川先生の方で、説明をさせていただきます。最初の30分はですね、プログラムの説明をさせていただいて、その後、2名のですね、方に、修了生と、それから今年参加いただいている受講生の方に、参加いただきますんで、実際の体験についてですね、お話しいただきたい、というふうに思ってます。パネルディスカッションをやらせていただきます。で、最後30分、皆さんからの質問を受けたいというふうに思います。質問については、手を挙げていただいてですね、機械的に手を挙げていただいて、もしくは、こうやって、物理的に手を挙げていただいても、いいんですが、場合によってはちょっと見えないかもしれないんで、機械的に挙げていただいた方が、画面の上の方にですね、ビデオが映るようになってますんで、その方がいいかもしれないです。で、もし、直接質問したくないということであれば、チャットで、質問いただいても結構です。それではまず最初スライド見ながらですね、プログラムの説明をさせていただきたい、というふうに思います。あと、すみません、この後ですね、ちょっと前半のところと質疑応答のところは私どものホームページで動画を使いたいと思いますので、恐縮ですが、皆様、お顔を一回消していただいて、また質疑応答のところで顔は出していただきたいということなんで、とりあえず皆さん、画像、皆さんのお顔は消していただければと思います。よろしくお願いしおま願いしす。ます。質疑のところは録画しませんので、そちらの方は他を見せていただいても問題ないかと思います。で、この EMB エッセンスっていうプログラムなんですが、対象としては、10年、15年ぐらいでこの役員になるような方を対象にしてます。で、毎年毎年、多少前後するんですけど、平均年齢大体45とか46歳ぐらいの方ですから、部長であるとか、シニアの課長の方の参加をいただいていることが多いです。で、教室としては、早稲田大学、の、早稲田キャンパス26号館っていうのがあるんですけど、大隈講堂のすぐ隣にあるんですが、こちらの方の、教室を、毎回使わせていただきたいというふうに思います。で、コースがですね、2つあるんですね。J コース。これ、J というのはジャパンという意味なんですけど、日本語の、コース。それから G。これはグローバルという意味なんですが、これは英語を、部分的に、使いながら講義をさせていただくっていう、コース。この2つが、ございます。で、後でもう少し詳しく述べますが、主要な科目については、すべて日本語で、教えさせていただきます。で、中には、今年から始めてるんですが、その主要の科目の中でもですね、この英語の講義も、いくつか入れさせていただいてます。これからやはり、グローバルな企業の、トップになる方、やはりこの英語を使うというのが非常に重要だというふうに考えてまして、英語苦手だなっていう方は比較的多いんですけど、なんとか英語力もつけていただきたいということで、そういう英語の講義も入れさせていただいています。で、期間は1年間。1年間かけて、経営学全般をざーっとこう勉強していただくということをやってます。スタートは、今年は9月の28日、これ土曜、それから9月29日、この最初の2日間だけはですね、2日連続で朝から晩まで、講義をさせていただきます。というのが、1年間、受講生の方、お互いにですね、これやっぱり知り合ってほしいというふうに思ってますんで、最初のところで仲良くなっていただきたいということで、ちょっと密度高くですね、で、お互いのことが分かるように、いろんな工夫してますんで、そこで、2日間連続の講義をさせていただいてます。で、受講料は250万円。
で、申し込み期限は7月17日っていうふうになってます。2回に分けて、おります。第1回目が5月15日の締め切り。でも、これに間に合わなくても、その後でも、大丈夫です。最終的な締め切りが7月の17日です。このプログラムの特徴なんですが、まあ、経営学を1年間かけて勉強していただくんですけど、メインテーマがございます。メインテーマはですね、日本の企業変革。これからその会社をどういうふうに変えていくのか、いうことをですね、テーマとして取り上げてきてます。まあ、皆さんもご存知通りですね、この、まあ、環境の変化っていうのは非常に激しいんですね。まあ、その中にあって、日本の企業も、まあ、大きくこう、今変革しつつあるわけですが、まあ、これから変えていこうっていう会社も、多くなってますんで、まあ、そういう意味で、どういうふうに会社を変えたらいいのか、何は残すべきなのか、何は変えた方がいいのかということをですね、各科目ごとに勉強していただこうというふうに考えています。で、この講義については、外部講師も入れてますが、メインが早稲田大学ビジネススクールの講師陣。まあ、それもですね、まあ、実務に長けた方を多く揃えております。したがって、講義の内容はですね、極めて実践的な内容を教えてます。やはり受講生の方っていうのはかなりシニアな方なんで、理論ばっかり教えても意味ないですから、その次の日からすぐにでも使えるような内容、実践的な内容を各講義の中に、織り込んで、おります。それから学びの方法なんですが、まあ、いろんな方法を組み合わせております。で、まあ、我々、その講師陣からこの講義もさせていただくんですけど、ただ一方的に講義をやってもあんまり面白くないですから、それからまあ皆さん、この経験がある方が集まってきてますんで、そういう意味では、お互いから学んでいただく。で、ディスカッションしていただくというようなことをですね、各講義に入れてます。まあ、小グループに分かれてですね、あるトピックについて議論していただいて、それを共有していただくというようなことをですね、かなり密度高くですね、やらせていただきます。まあ、そうすることによって、まあ、お互い仲良くなるわけですね。で、この、まあ、後でもその触れますけど、やはりこの今回のこのプログラムのこの目的の一つは、まあ、いろんな企業の方が参加いただいてますんで、まあ、そういうような一流企業の方との人脈づくりですね。まあ、これができるような工夫っていうのをいろいろさせていただいております。それから我々講師陣が、経営科目を教えるだけではなくですね、実際の経営者の方を何人かお呼びして、その経営者の方から直接お話を聞いていただくと。で、具体的にどういう方を今年、お呼びしたのか については後で触れますが、まあ、こういうトップ経営者と直接ですね、話を聞いていただいて、で、質問して議論していただくというようなことで、まあ、経営者としての意識っていうのもですね、作っていただくということをしたいというふうに思います。それからもう一つは、早稲田大学の教授陣とのマンツーマン、1対1でのですね、事業計画の立案をしたり、まあ、もしくは個人のいろんな、直面している問題をこう相談する個別指導、というのをしていただくことができます。で、これ J コース、日本語のコースに関しては個別指導も含まれております。G コースの方、英語の方が、の科目がある、コースについては、このマンツーマンの指導も受けられるんですが、これはオプションという形になっております。それから年に1回はですね、海外研修に出ていただきます。で、この海外研修についても、J コースの方は、これ、必修になります。で、G コースの方についてはオプションということになってますが、まあ、後でもう少し詳しく海外研修についてお話ししますけど、まあ、海外研修、とにかく楽しんで学ぶことが多いですし、それからやはりこのお互い知り合う、本当の友達になる上で、
こう、うん、一緒に学ぶだけじゃなく、朝昼晩と一緒に食べると、一緒に旅行するって非常に効果がありますんで、もうぜひ参加していただきたいと思いますんで、G コースの方はオプションなんですが、ぜひこの海外研修も参加いただきたいというふうに思います。で、海外研修については、まあ、今まで、まあ、いろんな場所行ってるんですが、長谷川先生、あれですよね。去年、スタンフォード、シリコンバレーに来ましたけど、過去はあれですよね。オックスフォードに行ったりもしてるんですよね。はい、これまでですね、オックスフォード、あるいはスタンフォード、MIT、バブソン、ハーバードという感じで、まあ、大体先進国が多かったんですが、いわゆる2000、今年のですね、失礼しました、23年の、2023年の、あ、24年ですね、24年の2月はですね、インドのバンガロールに行ってきました。そういう意味では、これから急成長をするであろうインドを学ぶっていうのも価値あるというふうに思っております。まあ、ということで、次の年度については、まあ、どこに行くかっていうのは、まだ正式には決めてないんですが、まあ、後でもう少し詳しく触れますけど、このインドのバンガロールの海外研修、非常に学びが多かったんで、受講生の方の評判良かったんで、まあ、場合によっても2年連続でインドの方に行くということになるかもしれません。それから、まあ、経営学を勉強するだけではなくですね、教養、やはりこの経営者にとって教養って非常に重要なので、教養を学ぶということで、ミッション、という科目を、学んでいただきます。長谷川先生、ミッションというのはどんなことを勉強するんですか？はい、まあ、ぜひ皆さんにですね、やっぱりご自身の価値観、揺るぎのない価値観をですね、作ってもらうために古典を読んでもらおうということで、まあ、論語とそろばんも読めばですね、西郷隆盛のですね、最終を一句も読めばですね、あるいは、いわゆるその部、あの宗教に関する宗教を学ぶと。いうこともすればですね、あるいは日本軍の失敗というようなですね、ものも読んだりです。まあ、非常にこう長年時代を超えて読み続けられている本をですね、毎回のように読んでもらって、それをお互いにですね、討議し合うというようなことをやる予定であります。このミッションはこう1年間ずっと続きますんで、で、修了生の方に聞くとですね、このミッションが一番こう勉強になったっていうふうに言う方も結構多いんですね。それから最終発表っていうのがございます。で、これは英語の方においてはですね、最終発表は、まあ、社長就任演説、自分が自ら社長になった時に、を想定してですね、演説をしていただくのと、それから自社に対する、まあ、経営戦略の発表、まあ、これを英語でやっていただきます。で、J コースの方についてはこの最終発表をですね、日本語で社長就任演説をですね、まあ、やっていただこうと、まあ、自分が経営者になるんだという意識を持っていただくということと、その時にはどういうことを自分はやるんだということをぜひ考えていただきたいということで、こういう最初発表もやっていただきたいというふうに思います。で、最後になりますけど、この受講生同士のですね、人的関係、人脈づくり、これができるようないろんな工夫をさせていただいてます。先ほど触れましたけど、まあ、最初の2日間みっちりですね、勉強いただいて、そこで仲良くなっていただく。で、毎回毎回、講義においてですね、特に土曜日に関しては、お昼を挟みますんで、お昼ご飯を一緒に食べながらです。これも、我々の方で用意いたしますんで、そこで議論を続けていく。まあ、もしくは、お互い知り合っていただく。というようなこともやっています。それから、同期の間だけの人脈だけではなく、縦のですね、過去の修了生との、ネットワーク作りっていうのもやっていただこうということで、この過去の修了生も含めた、パーティーをですね、開催してます。
長谷川先生、今年1月ですよね、これやりましたよね。これちょっとコロナの時にですね、ちょっとリアルにできなかったんですけれども、毎年ですね、卒業生も含めてですね、集まっていただきました。今年の1月についてはリーガロイヤルホテルでですね、今の現役生もそうですし、過去の修了生もですね、お越しいただいて、ネットワークを広めたということをやりました。非常に評判良かったです。プログラムの概要なんですが、J コース、G コース共通で、主要な科目に関しては、経営戦略にしろ、人材組織マネジメントにしろ、アカウンティング、ファイナンス、コーポレートベンチャーキャピタル、こう主要な科目については、日本語で勉強していただきます。これが大半になってきます。で、J については、先ほど触れましたように、個別指導が入りますし、海外視察、海外研修も行っていただきます。で、G に関しましては、これは英語ですね。この、共通の主要科目以外に、英語だけで、勉強していただく科目っていうのが、ポツポツとあるというような形になります。で、これには、中には、海外のビジネススクールの、学生と一緒に学ぶようなセッションというのも、入れております。日程なんですが、今年に関しましては、先ほど触れましたように、9月28日、29日、土曜と日曜、連続で2日間、行いまして、その後は、平均すると月に2回ですね。月によって多少違うんですが、木曜日の夜ですね。7時から10時まで、ちょっと遅い時間なんですが、7時から10時までオンラインで講義。したがって、会社から参加いただくこともできますし、それから自宅から参加することもできます。それから土曜日が1回ですね。土曜日については朝9時からスタートして。で、これも月によって多少違うんですが、3時半ぐらいまで。やっていただいて、もしくは中にはですね、6時までっていう日、日もあるんですが、土曜日については半日もしくは1日というような形。で、月に2回ですね、木曜日のオンラインと土曜日の1日と、こういうような形で1年間ずっと進めていくような形になります。コーディネーターはですね、長谷川先生と、それから私以外に、池上淳介、先生ですね。で、特に池上先生については G コースの方の、ご担当になっています。で、外部講師についてですが、今年度については、花王の、取締役会の会長だった澤田道隆さんですね、リーダーシップについてお話しいただきました。それからリクルートの北村社長、NTT データの本間社長、富士通の、福田常務、それから、三菱 UFJ の副頭取だった、宮地さんですね、コーポレートガバナンスについて話をしていただく予定です。それから日立製作所の、元 CHRO ですね、人事担当の役員ですね、やっておられた山田さんにグローバル人事について話をしていただく予定です。したがって、外部の講師、このトップ経営者が直接ですね、この学んでいただくような場というのがございます。で、講師陣については、早稲田大学ビジネススクールの中でも最も人気があって、最も経験が深いですね、講師陣を揃えております。非常に勉強になる内容を学んでいただくことができます。海外研修なんですが、先ほども触れましたようにですね、今年の2月の10日か16日、1週間ですね、インドのバンガロール行ってきました。で、いろんな会社行ったんですけど、インドの企業も行きました。それから日本の企業の現地法人にも行きました。それからスタートアップの企業、インドのスタートアップですね、新興企業にも会いましたし、それから、インド経営大学院、
アイアエンバンガロールですね、の講義も受けましたし、それから、地元の NPO 法人ですね、貧困問題に取り、に取り掛かっている、NPO 法人にも訪問しました。少し写真をお見せしたいんですが、インフォシス。これはIT サービスの会社ですね。インド最大の IT サービスの会社。こちらの方に訪問しました。インフォシスの正面の入り口のところですね。で、こういうようなですね、ちょっとバックグラウンドに映ってるように、本当に綺麗な、緑がいっぱいの綺麗なキャンパスをですね、こういう電気自動車で、中を、ツアーをしていただきました。綺麗ですよね。もう、こんなところで本当に働きたいなというような、感じのところでした。人を非常に大事にしている会社なんですね。まあ、これが、優秀な人を集める上で非常に重要な役割をしています。まあ、いかにもですね、アメリカの西海岸の IT 企業、大手の IT 企業のキャンパスのような雰囲気の会社でした。それから同じ分野なんですが、タタコンサルティングサービス、ね。これも IT サービスの会社。これも、この会社にも行ってきました。この会社もですね、非常に人を重要視しているのと、それから、社会貢献をするっていうことに非常に力を入れていると。まあ、これが、インドの大手企業共通してるんですが、まあ、受講生の方、かなりこれが印象に残ったようですね。それから、ビリア。これは、貧困層を対象にした、学校です。皆さんもご存知の通りですね、インドにおける貧困問題って非常に深刻なんですね。小学校も、の教育も受けられないっていうような方が多いんですね。識字率が80%。ということは20%の方は、文字も読めないというような状況。まあ、文字も読めないと、高度な仕事も当然できないですし、それが貧困につながってくると。この貧困の連鎖っていうのを断ち切りたいということで、NPO 法人において、貧しい地域に学校を構えて、そこにこの地域の方を、まあ、来ていただく。特に女性の方ですね。を来ていただいて、まあ、教育する。まあ、それもかなり実践的な教育をしているんですね。後ろにこのミシンの、写真が載ってますが、このミシンで裁縫をすることを覚える。まあ、それが収入になっていって、まあ、家庭の収入を増やすことができると。女性の地位が家庭の中でも上がっていく。中には、まあ、この裁縫を自らの事業として、まあ、始めたような方もいて、まあ、そういうような方にも我々会うことができました。長谷川ですけれども、このビーダーですけれども、女性の、まあ、NPO 組織なんですけれども、やっぱり女性のいわゆるこうマネージメントの方にお会いすることができました。まあ、何人もの方がお見えになったんですけれども、いわゆる NPO のマネージメントをするっていうのは、まあ、非常にこう今の現代においては重要なね、テーマだと思うんですね。NPO だとしてもしっかりとしたマネージメント能力がないとダメなんですけれども、この考え方、やり方っていうのは、我々、民間企業で、収益を目的としたマネージメントをする人間にとっても非常に大きな学びになるということを思いました。はい。それから、トヨタ、ですね。カーロスカっていう会社との合弁会社、なんですが、トヨタ自動車の、現地の法人の、工場を見てきました。まあ、工場の写真はですね、撮れなかったんで、お見せできないんですけど、まあ、トヨタがどういうふうにですね、現地で、自動車を作ってるのか、現地の従業員とどういうふうに、この自動車、製造をやっているのかですね。その辺の話を、聞かせていただきました。アイアイエンバンガロールはインド経営大学院です。まあ、この、大学院もですね、私初めて行ったんですけど、
もうとにかく緑がいっぱいでですね。まあ森の中にビジネススクールを作ったようなところでしたね。非常に綺麗なキャンパスでした。で、そこで、インドの、まあ、企業のいろんな紹介をしていただきましたし、それからイノベーションですね。単なる日本で行っているようなイノベーションじゃなくて、新興国において行うイノベーション。できるだけお金を使わないような形。でも、社会に役に立つようなこのイノベーション。これどうやって作っていくのかっていうような講義を、受けましたし、それから、スタートアップ企業のトップの方に来ていただいてですね、どうやってこの会社を作ったのか、どんな苦労があったのか、というお話を、聞きました。最後になりますけど、T マイク。これは、東芝さんと、それから三菱電機の産業機械の合弁会社ですが、こちらの工場にも、行くことができました。これは、バンガロールからですね、2時間ぐらいバスに乗って行かなきゃいけないようなところだったんですが、かなり、郊外の方にありましてですね、バンガロールの、中心とは随分違うような雰囲気の中に工場があって、非常に成功している工場のようです。こういうところも行きました。まあ、そういう意味で、まあ、今回のこの海外研修のテーマっていうのは、一つは新興国系、二番目がイノベーションですね。それもお金を使わないような形のイノベーション。で、最後が起業、会社を起こすです。この三つのテーマでいろんな会社に、合わせていただきましたし、皆さんに、まあ、現地での、経験をしていただきました。で、最後になりますが、今年の、受講者については、30名おります。去年も30名でした。男女比率は5対1ですね。30名のうち6名が、女性でした。もっと多く女性の方にぜひ参加いただきたい。平均年齢は、20から46歳です。で、ここに並んでいるような一流企業の、まあ、今後役員になるような方がですね、まあ、多く集まって、いただいてます。まあ、そういう意味で、この横の連携、人脈づくり、これが、まあ、非常に、こう、まあ、将来的にですね、生きていくような受講生の構成に、なって、おります。まあ、これが、プログラムの、概要です。はい、録画入りました。はい、じゃあ、今からですね、卒業生の方に、感想等をお伺いしたいというふうに思います。で、まず最初にですね、横川さん、EMBA エッセンスを受講してですね、まあ、いろんな科目あるかと思いますが、何が一番勉強になりましたか？総括で結構ですけれども、どういうことが身につきましたですか？そうですね。いろいろあるんですけれども、一番は、なんですかね、自分とかなり向き合って、自分のことをよく考えた一年だったなっていうふうに、感じてます。なかなかやっぱりずっと僕は転職せずに同じずっと会社でいたんですけれども、やっぱその狭い世界の中で考え方がやっぱりどうしても小さくまとまってたなっていうのは、すごいよく分かってですね。で、業界とかですね、その全く違う人たちといろんな意見が、交わすことができて、もう考え方っていうところからもう学ぶっていうことが、まあ、普段にはない刺激だったなというふうに思ってます。はい、これ多分NTT データさんは社内でも、まあ、いろんな研修とかあるいはなんかこう外部の研修にも行く機会はねこれまでにもあったかと思うんですが、まあ、そういうのに比べて今回の早稲田大学の EMBA エッセンスっていうのはやっぱりこう違いってありましたですか？そうですね。意外とですね、社内研修もあるんですけれども、やっぱり、社内に閉じた話がやっぱり多くてですね、世の中がこうだからとかっていう話はあんまり実は多くないなっていうのが改めてちょっと気づいたところでしたね。それが一気に社会の情勢ですとか、その世界がどうなっているとか、まあ歴史がどうなってきたかとか、そういったお話も伺えたのは非常に良かったなというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、篠崎さん、9月から始まって、まあ、今4月ですので、約半年、
終わったところで、まだ今後半年あるわけですが、まあ、終わった半年の感想で結構ですけれども、まあ、どんなようなことが勉強になってますか？私もですね、今までこういったスクールに通ったことがなかったものですから、どうしても自分の考えが閉じこもりがちだった。ちょっと感想としては一緒なんですけれども、やっぱり他者の皆様と大体似たような環境なんだけれども、やっぱりこう育ってきた文化や考え方が違う方々と触れ合うことができて、すごく自分に対してこうチクチクとこう痛かったり、刺激になったりして、とっても充実した時間が過ごせてるなということが、まず一番大きな感想なんですけれども、それぞれの授業もとっても実践的だったり、あとは今まで聞いたことのないような新たな発見があって、例えば牧先生のエビデンスベースドマネジメントとか、エビデンス読む力ってとっても大切だけど、でも一方でエビデンスの限界や怖さを知りなさいとか、第3の変数ですとか、選択アーキテクチャとか、その言葉そのものも深掘りするととても面白い話でして、もう授業そのもの自体もとても刺激的で勉強になっております。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、横川さんね、他の受講生、いわゆる一緒に学んでいるね、同級生とは、いい関係できてますか？あ、そうですね。本当にちょこちょこ飲んだり、ゴルフもしてますし、もう、また今週も、行くような感じで付き合いは続いてますね。まあ、一般的にはなかなかですね、会社に入って、しかももう二十何年経っちゃうとですね、会社の取引先はできるんですけれども、新しい深い付き合いの友達ってね、なかなかできないと思うんですが、しかも年代もね、業種も超えた友達で、忌憚ないことが言えるメンバーができるって、なかなか一般の時にはないような気がするんですが、どうでしょうか。そうですね。おっしゃる通りで、利害関係もないですし、ね、年齢層も近いですので、本当に気軽に話すことができる、まあ、新しい友達ができたなっていうので、非常に感謝してますね。ありがとうございます。篠崎さん、いかがですか。そうですね。集まっている同級生の皆さんって、当然の、まあ、大手企業の、まあ、幹部候補の皆さんであったり、あとは、ご自分で企業を経営してらっしゃるような代表者の方もいらっしゃったりして、今までなかなか出会うことができなかった、本当に何でしょう、皆さんビジネスパーソンとしての心構えというのは一緒でありながら、今までご経験してきた中身が異なることで、一緒にお話しするとですね、何と言いますか、まあ、同じような悩みは持っていて、そういうことでは大いになんかこう賛同し合えたり、時に全然異なる環境ですごくお互い感心し合ったりと、皆さんと話しているととってもとにかく楽しいです。はい。ああ、よかったです。よかったです。で、こういうね、仲間が、できる絆っていう意味では、まあ、先ほど伊藤先生からもご説明あったように、まあ、最初ね、連続講義したりですね、あるいは、お昼一緒に食べたり、授業終わってから、特に土曜日なんかはですね、ちょっとこう飲みに行ったりですね、まあ、いろいろしたりして親睦深めるんですが、やっぱり何といっても海外に行くとですね、ものすごくその関係性がね、深くなるというふうに思うんですけれども、篠崎さん、これ、インド行かれましたよね。なんか、インドの、まあ、先ほど、インドの写真は伊藤先生の方からいくつも見せてもらったんですけれども、インドの合宿のなんかこう、感想をお知らせください。とっても濃い5日間だったなって思ってまして、そもそもインドってすごく魅力的な国だなと思いながらも、まあ、治安とか衛生面で不安が多いだけに、なんかこんなプログラムで大勢の皆さんと、まあ、ご同行できるチャンスなんて絶対ないだろうなと思って、本当にラッキーだったと思いました。正直ですね、訪問する先ほどご紹介もありましたけれども、ローカル企業とか日本企業の現地法人とか、NPO 法人、大学院とか、事前に訪問する前にプレリサーチを行って、そこの訪問先に行く行き車のバスで、その内容をグループで報告、発表して、帰りは帰りで、
そこで吸収したことを英語と日本語で発表しろと。もうすごい、もう本当にゆっくりする暇がなくて。でもですね、今思うと、何でしょうね、とってもなんか人生の思い出の中の、なんかナンバーファイブぐらいに入るぐらい、すごく充実して、皆さんともとっても仲良くなれたし、本当に私にとっては、とても良いご経験をさせていただいたと思ってます。ありがとうございます。伊藤先生ね、なんかこう、インドのね、プログラム、伊藤先生が中心的に作ってもらったんですけれども、まあ、こういうなんかこう、成果があったっていうのは嬉しいことですよね。いやー、もうとにかく嬉しいですよね。もう最初はこう皆さんこう随分心配されてね、篠崎さんもあれでしたよね、1週間分のミネラルウォーター持ってったんですよね。ですよ、もう本当に怖くて怖くて、現地のものを食べるにしても、フォークやナイフを拭いてみたりとか、グラスも拭いてみたりとか、でもだんだんそれも少しずつ忘れていくんですけど、でもそれでもなんとか元気に帰ってこれて、ほぼ、ちょっと体調が多少崩れてる方もいましたけど、ほぼ元気に皆さん帰ってこられて、致命的な、ご病気とか、一切なかったんで、皆さんに助けていただいたおかげだと思ってます。英語の発表って話してましたけど、最初皆さん嫌だ嫌だっつって言ってたんですけど、もう1週間終わる頃には結構スラスラと英語で喋ってましたよね、皆さんね。なんかすごい、なんかそうですね、自分も少しちょっとステージアップしたような、ちょっと錯覚に陥るぐらい、やっぱり英語に触れられたことが、本当に大きかったと思ってます。ありがとうございます。横川さんはスタンフォード行ったんですよね。はい、シリコンバレー、スタンシリフォーコンドバですレーね。ですね。はい。シリコンバレーのなんかこう思い出とか、なんか感想って何かありますか？そうですね。インドとは違ってですね、分散して動いてました。で、自分たちでも、訪問先とかを、アレンジなどをして、計画立てて、全員が同じところに行くだけではなくて、いろんなところに分散して回ったっていうところは、僕は非常に面白かったなというふうには思ってますし、個人的にはあれです、IT をやってますので、シリコンバレーとは関わりは昔から少しはあったんですけれども、やっぱり改めてなぜシリコンバレーがその強いのかっていうところを、改めて教えていただいたのは、非常に納得したところもすごいありましたし、やっぱり、僕もそのシリコンバレーの企業との付き合いって非常に難しいというふうに思ってたんですけど、なぜうまく付き合えないのかっていうのも、ちゃんと理由を、教えていただいたりとかですね、そういったところが非常に、僕は非常にためになった、非常にいい研修だったと思いますし、やっぱり研修ですね、海外研修が終わった後の残りの期間は本当あっという間に、終わった感じで、時間の流れはそうですね。研修後の方が圧倒的に早い気がします。それはやっぱり、そこですごい仲良くみんななりますので、そういう、なんですかね、つながりがより深くなって、もう時間がどん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 経っていったという印象ですね。はい、ありがとうございます。仕事でもやっぱりシリコンバレーはね、関連があり、また場合によっては仕事でシリコンバレー行くことがあっても、やっぱりこう仕事で行く場所じゃないところをですね、訪問する、あるいはもうね、早稲田大学っていう名前で行くし、アカデミック的な大学院的なところも行くわけなんで、やっぱりこう日頃の出張とはまた違うね、感覚で1週間過ごすっていうのも、またこれはやっぱり価値があるんじゃないかなということを思いますよね。はい、ありがとうございます。で、ちょっとこう、その授業の内容について少し入りたいと思うんですけれども、月2回ぐらいのペースで、木曜日の夜と土曜日という感じで講義をしていくわけなんですが、今日お聞きになっている方はほとんどが、これから受講されるか、あるいは受講されようと思ってる、検討してる方なんで、よく聞かれる話として、仕事も目いっぱい忙しいのにね、この、EMBA エッセンスっていうのにね、参加できるのかと、例えば仕事と家庭を両立してですね、この勉強はね、できるんだろうかと。
どのくらい事前課題が出て、どのくらいね、この授業はしんどいのかというご不安をね、持たれる方も多いわけですけれども、篠崎さん、なんか現時点での、感想を、まあ、ここからすごい厳しくなるかも分かりませんけれども、まあ、この9月から4月までの、感想で結構ですけれども、まあ、どんな感じを持たれてますか？最初の、冒頭の9月の入りのところでは一気にこと授業が、あるんですけれども、まあ、平均的なその月の過ごし方としては、大体その木曜日と土曜日で大体授業が3コマあって、で当然ですけれども、まあ、理解度を高めるため、あるいはその講義でディスカッションをしたりするためにですね、事前にテキストとか読み物が配布されて、でそれらをこう理解して自分なりの意見をこうまとめておく、まあ、あるいはこう事前に提出するといったようなことがあるんですけれども、まあ、これを行わないとですね、やっぱり理解度って上げた状態で参加することができないので、私はこの、仕組みというのはすごく重要なルーティンだなと思ってますし、まあ、ちょっと私なんかは仕事以外にこう情報を自分から取りに行くといった癖づけっていうのが今までなかったので、こういったことをしていただくことによって、まあ、自分からそういったものについてしっかりと学びをと取りに行くということが、この学校が1年間で終わったとしても、そういう時間を持つことをルーティンとしていけるのではないかなということからも、すごく有効かなと思ってまして、量については大きな負担はないと考えています。はい、横川さん、いかがでしょうか。そうですね、これ人によって違うと思いますが、僕個人的には全く負担はなく、非常に楽しんで、参加できたかなと。ただ、まあ、おっしゃる通りで、事前に配布というか、まあ、資料とかですね、その指定される本とか、これはずっと読んでましたね。やっぱり読んでから参加した方が、まあ、圧倒的に当日やりやすかったっていうのはあります。ありがとうございます。まあ、これ、先生によって、事前課題の与え方とか、まあ、講義の内容とか、講義のスタイルもですね、違うわけですけれども、まあ、おおむね、私が、先生たち、講義をいただく先生にお願いしているのは、グループワークをね、ふんだんに取り入れてくださいと、まあ、いわゆる一方的にですね、通常の授業のように、先生から受講生への一方通行ではなくて、双方向でね、議論をやってくださいと。で、そのためには、まあ、まあ、一定の課題について、トピックス、それぞれの先生の、トピックスの中で、まあ、非常にこう重要な論点についてですね、グループワークをね、するような時間、そしてグループワークした内容をまた、全員に発表するようなことを多く取り入れてくださいというふうにお願いしているつもりであります。だけどこういうのがやっぱりこうそのアクションラーニング的に重要だと思うんですけど、これ伊藤先生もそういうふうにお考えになりますか？ね、やっぱりあれですよね、この一方的なやっぱり講義だけだと、まあ、そこから学べることもいっぱいあるんですけど、やっぱりこのかなりこの経験を持っておられる方が集まってくるんで、お互いの経験をこうシェアし合う、で、ここから学ぶことって結構多いんですよね。で、特に悩みなんていうのもいろいろあるんで、そういうようなこともですね、同じような立場の方からですね、こういうの悩んでるんだけど、どう思うかなんていうような話もすることができる、できますし、そういう意味では、この我々講師が一方的に教えるんじゃなくて、この受講生同士のこのグループワーク、これ非常にこの価値があるんじゃないかなと私も思いますね。はい、ありがとうございます。で、次の質問で、まあ、いろんな我々講義の、メニューを組んでるつもりなんですけれども、まあ、通常の、MBA の教員がね、教える授業と、それから外部講師ですよね、まあ、非常勤で来ていただく方もお見えになれば、トップ経営者の方にも来てもらってですね、まあ、普通は何百人の前でね、
喋るような講演する方にもですね、まあ、我々だけに向かってお話しいただく非常にこう贅沢なゲスト講師がの機会が多いかと思うんですけれども、横川さん、なんかこう、内部講師、外部講師で、なんか印象に残ってる先生って、どんな先生の講義が残ってますか？ああ、そうですね。まあ、皆さんのお話もすべて、刺激的で学ばせていただいたんですけども、特にその中でも、僕は、花王の澤田会長のお話がとても面白かったというところですね。やはり、ですね、何ですかね、徹底的に、顧客志向を取られてた方でもありますので、まあ、そういった、ことをかなり細かくも伺いましたし、あとは、そうですね、ゲストスピーカー、長谷川先生もおっしゃいましたけれども、普段だとなかなか、チャンスもないですし、大きな会場で聞くだけっていうところだと思うんですけども、このエンバーだと、やっぱり、少人数でやれて、質問もかなり、し放題に近い感じですので、そこは非常に恵まれてるなというふうには感じました。ありがとうございます。篠崎さん、いかがですか？そうですね、ちょっと私もかぶりましたが、澤田会長の話はとっても印象深かったです。ずっと研究開発をやられていた方なので、社長になるなんて考えてもいなかったけど、やっぱその2010年の危機の時に、もう危機感を発信しない社長に、もう目線が足りないんじゃと、もう首かしげで言ったことがきっかけでしたなんていう、ちょっとこう躍動感のあるお話も聞けて。で、今おっしゃってたみたいに、ご質問もたくさんさせていただいたんですよね。そこにいる人たちの考え方ってどうやって変わるんですかとか、その儲けるためにどうしたらいいんですかといったような、なんかこう、なんでしょうね、本当に率直な質問にも真摯にお答えいただいて、なんかとってもなんかこうワクワクした時間をいただいたなという、そんな印象を持ちました。はい、ありがとうございます。まあ、たまたま重なったわけですけれども、他にもですね、たくさんの、魅力ある外部講師の方、来ていただきますので、どうぞご期待いただきたいと思います。じゃあ、次の質問で、まあ、時間もあるんで、次の質問いきたいんですけれども、まあ、こうやって勉強をですね、する中でですね、皆さんの所属する会社に対する見方とかですね、会社の今後の在り方について自分が頑張らなきゃいかんなとかっていう意識も含めて、何か MBA エッセンスに来る前と後で、なんか自分の会社に対する見方とか取り組み方っていうのは変わったって感触ありますか？横川さん、先にお願いしまそうす。ですね。あ、はい。そうですね。まあ、自分が普段行っている仕事がですね、その組織、まあ、会社にどういう影響を及ぼしているのかということを、まあ、あとは及ぼせるのかですね、どういう影響を及ぼせるのかということを、ちょっと考えるようになってきた気がします。で、やっぱりその今までは経営の方が出して、その中期経営計画とかですね、やっぱり漠然と理解をして、その中で、まあ、自分はこれをやろうみたいな感じで、やってたと思うんですけれども、まあ、今はなぜその当社のその経営者はこの戦略を実行しようとしているのかとかですね、その裏の意図とか、それをちょっと妄想じゃないですけども、考えるようになってきたかなっていうふうに思います。ありがとうございます。篠崎さん、いかがですか？はい、そうですね、私はもうやっぱりその経営トップがいかに大変なのかということをすごく理解しました。私もその、まあ、トップを支える立場として、本当に一体何ができるんだろうということを本当に真剣に考えないといけないということを目の当たりにしましたし、まあ、その一方でですね、やっぱりいろんな分野を網羅的に学ぶことができるので、そんな中でもそのバランスの良さみたいなことを私はきちんと持って対峙していこうというような気持ちにもなることが今のところできていますので、そういう意味では、はい、経営というものがと自分よりもと自分のよりもっと遠いところにあったのに一気に近くなりました。まあ、そういった意味ではもう篠崎さんももう今度は経営者になるお立場ですから、
自分が経営者になった時にどうしようっていう目線で授業を受けられてるっていうのはすごくいいことですね。まあ、これこういうことを気づいてもらうように、伊藤先生、我々も企画してるということだと思うんですが、ちょっとコメントいただければと思います。そうですね。やはりこう経営学ってこの例えばマーケティングだけだとかファイナンスだけとか勉強するんじゃなくて、もう幅広くこうやっていく中にあってですね、このそれぞれの科目が分野が全部つながってくる、これが一つの経営戦略になってくるっていうのがだんだんこう分かってくるんですよね。それから長谷川先生が言われた通りですね、まあ、毎回毎回のその講義において経営者としてどう考えるかっていうようなことをですね、常に投げかけますんで、で中にはこのケースを使ったこの議論で、その時はやっぱり経営者が主人公なんで、あなたがけあの会社の社長だったら、あなただったらどうするんですかなんていうようなことを課題に出してみたりしてますんで、こう1年間を通してずっと勉強していくについて、だん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 この毎日毎日の仕事を経営者として見ていくっていうようなことができるように、こう、中身自体も仕組んでるということなんじゃないかなというふうに思います。で、しかも、今年度も、あるいは横川さん受けられた昨年度もですね、共通したテーマをね、日本の企業の、企業変革にスポットを当てているということで、単にこれまで通りの会社の在り方をですね、いかにうまく運営していくかっていう観点ではなくてですね、どんなに優れた企業でも、やっぱり変革をね、しなきゃいけないんだというテーマのもとに、じゃあどういうふうなね、プロセスで何を目指してどう変革するのかっていうことをですね、1年間通してずっとね、考え続けてもらおうというようなプログラムを一貫して作ってるつもりでありますということなんで、まあ、それが、皆さんに少しでも役に立てばなというふうに思います。で、まあ、そういった意味では企業も変革しなきゃいけないんですが、皆さん自身、個人もですね、自己変革しなきゃいけないと思うんですね。という意味で、横川さんどうですか？受講してですね、横川さん自身は自己変革できましたか？あるいはしようとして今、プロセス、ちゃんと自己変革の努力はしてますか？ということをお聞かせください。はい。ですね。僕もともと技術エンジニアなので、まあ正直、経営っていうのに興味はなくてですね、むしろ苦手意識っていうものがすごい、やっぱ強かったんですけども、まあ一年間受講して、あ、意外と面白いんだなっていうふうに、まず思えるようになりました。で、あとはその、まあタイミングもちょうど良かったんですけども、まあ僕自身がその、いろんな会社の経営者の方とお会いする機会っていうのもやっぱ増えて、来てまして、その中で、やっぱりその経営者のおは、経営者の方とお話をする中で、その経営に関して、経営に対してどういう考えをお持ちなんだろうかというふうな、ちょっと興味が今持てるようになってきたかなっていうところが、まあ変わってきた点だとは思います。そうですね。まあ、その中で横川さんもだいぶ本当に M、この EMBA 来る前もそうでしたけど、より MBA に来てる最中、そして MBA が終わってからですね、もうどんどんなんか部下が増えてって、なんか立場がどんどん上になられてですね、なかなかそのいわゆる失礼な言い方かもわかんないけど、一エンジニアだけだったらね、ちょっとこうまずい状況だったと思うんですけれども、今こうやって何人も部下持たれるとですね、学んだことが多少生きてくるんじゃないかなと思うんですが、どうですかね。あ、そうですね。ものすごく、生きてますね。実は、この1年間学んだことをいくつかちょっとかいつまんで、若手に少しお話ししたりもしてたりして、で、やっぱり、普通にこの会社で社員として働くと、まあ、こういう EMBA で受けたようなことっていうのは普通知らないんですけども、例えば、僕がやってるその新しい新規事業の裏はこういう考えで出来上がってるとかですね、こういう数字の持たせ方を作ってるんだとかっていう話をすると非常に若手も喜んで今聞いてくれる感じですね。
ありがとうございます。もう有効に活用させていただいているというのがよく分かりました。じゃあ、篠崎さん、いかがでしょうか。篠崎さん、自己変革、できてきてますか。そうですね。モラ的なちょっと学びというところで、まあ、経営戦略とかマーケティング、ファイナンスといったところに触れてきたんですけど、それだけじゃなくて、まあ、そのサステナビリティとか、ダイバーシティ、ESG 投資とかですね、まあ、今現在、こう会社が向かおうとしているところとこうシンクロしておりますので、その言葉の意味にこう厚みが生まれてきました。なので、もっと自分がその物事を深掘りしていきたいとか、今もありましたけども、会社の仲間とか部下にこれをどう分けていきたいかとか、そういう欲求っていうのが自分の中ですごく生まれてきました。はい、で、私英語もとても苦手なものですから、英会話教室にも通っていただき始めておりますので、本当に良い変化をしているなと、はい、自分では思っております。それは大きな自己変革ですよね。実はですね、去年ですね、参加された方で、弁護士の方がお見えになるんですけれども、その方もですね、やっぱり全くね、英語を使った仕事をされてないわけですよね。当然、日本における弁護士事務所をされているので、でもやっぱり私たちはですね、これから本当にね、グローバルに通用する弁護士になるためにはですね、英語は不可欠だよということにして、その本当は EMBA J コースに申し込みいただいたんだけど、ぜひ G コースでやるべきだっていうふうに我々言いましてね。で、彼は全く英語できなかったのに、もう本当に G コースが入って、で、篠崎さんと同じように英語学校を通ってですね、ですごい頑張ってですね、で、事実ですね、G コースで最後に英語のプレゼンをするわけですけれども、まあ、その栄光のプレゼンのなんと優勝しましてね。だからもう全く英語できなかった人が、やっぱこう最後にはですね、G コースの中で、まあ、当然英語がうまいか下手かじゃなくて、その英語は、ね、あくまでも道具ですから、英語を使ってプレゼンをして、みんなの心に響いたと。ということで、G コースの中で、まあ、一番になったというぐらいですね、やっぱりこう、その方もものすごく自己変革をね、されたんだと思うんですけど、いや、すごくいいことなんで、篠崎さんの英語も期待しております。伊藤先生、最後に時間になりましたんで、コメントあればお願いします。はい、お二人にですね、まあ、実際にどういうような講義の内容だったのか、どういう学びがあったのかという話を、まあ、していただきましてですね、本当にこの、まあ、こう我々こう教えさせていただいている立場なんですけど、私もですね、いろんな講義を聞いてて、いや、学びが多いなって正直 思うんですよね。まあ、そういう意味で、それぞれの方にとって学ぶ部分というのはちょっと違うのかもしれないんですけど、やっぱり経営者になっていく上で、本当にこの役に立つ知識っていうのを、それから体験をしていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。それでは一応対談はこれで終わりにさせていただきたいと思います。